なんか最近さ、フェスとかやってなかったから、すごい久々な気がするんですけど、フェスの開催が、スプラトゥーンの公式アカウントから発表されました。で、お題は、どっちになりたいか、騎士、オア、魔法使い。ということで、聞くまでもなく、僕はもう魔法使いに決めてます。これなぜかというと、なんでかっていうと、俺魔法使えるんだよ。嘘じゃなくて、本当に魔法使えるの。明日、今日はもうなんかいっぱい動画出しちゃったんですけど、明日、ちょっと魔法を使う動画あげるので、ぜひ見ていただきたい。魔法使えるんですよ。なので僕はもう、問答無用で魔法使いにします。はい。まあ、騎士もかっこいいんですけどね。魔法で行くわ。で、今回のフェスなんですけど、特別仕様になっていて、スプラトゥーンってアミーボが販売されてたじゃないですか。タコガール、タコボーイ、あとタコのイカのね、アミーボが販売されてたんですけど、その頭と靴、服はね、フェスティなんだけど、違う。全部だ。アミーボでゲットできた全部のイカちゃんのギアが使えます。タコのね、アミーボはヒレオくんなんだけど、タコガールとタコボーイのアミーボはですね、魔法使いと、あと騎士の、アミーボもらえるんだけど、まあ、今回はそれが無料で使えるみたいです。お試し期間みたいな感じかな。多分なんだけど、どっち陣営につくか、決めた瞬間に、見た目変わると思うんだよね。だってさ、魔法使いのギア持ってる人が騎士入った時にさ、魔法使いで戦ったらなんか、こんがらがっちゃうじゃないですか。だから、見た目すぐ変わると思うんですよ。まあ、今回フェスがね、来たということでね、久々に。まあ僕の、チャンネルでは、ちょっとフェス結構参加型ってのやってて、まあ、最近また参加がや、さ、増やしてやってるんですよ。まあ、なんでかっていうと、やっぱスプラトゥーンっていうゲームはね、人とやんないとね、面白くないというか、まあ、ソロでやってても、ガチマッチとか普通に楽しいんだけど、やっぱ人とやるとすごい楽しさがね、なんだろう、倍になるというか、みんなでやるの結構好きで、はい。楽しみましょう。期間なんだけど、3月16日から3月17日の、まあ、土日にかけて行われるので、うなチャンネル主催参加型もね、まあ、その期間にね、やりたいと思います。今回も魔法使いと騎士分けてやるので、2つのアカウントでやろうと思ってるので、まあ、どっちのチームにしても、多分できると思います。そこは楽しみにしておいてください。フェス楽しみましょう。フェスニュースでした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。